ガッタメラータは非常に有名な傭兵及び傭兵隊長。1370年にイタリアのナルギにパン屋の息子として生まれる。軍人学校を卒業した後、フィレンツェ教皇庁に仕え、1434年にはベネツィア共和国に下級司令官として士官した。士官後はビスコンティケとの戦いなどで主に活躍。ビスコンティケからベネツィアを防衛したり、 ベローナの征服に成功するなど、その有能ぶりを発揮し、最終的には、総司令官にまで出世したが、1443年に、パドバにて亡くなった。また、ルネサンス時代に活躍した、彫刻家ドナテロが彼の軍港に対し作成した、ブロンズの騎馬像、ガッターメラータ将軍騎馬像で有名で、パドバのバジリカデルサントの近くにある。 ナルニアミーゲナウィット、ガチメラータフイというセリフでも有名。ありがとうございます。